Good evening, ladies and gentlemen. This is English Jarvis Radio on FM 86.8. This is radio for the enlightened. We just had a big event. Yes. And we just finished it. こんばんは。今夜の司会のビル・トゥーナーです。よろしくお願いします。はい。ノット・モンスター・ディケです。よろしくお願いします。やばかったですね。おめでとうございます、enlightened。We are the champions. We are the champions. You know it, yeah. やりましたね。長かったね。あのだるさながらいろいろあったけど、もういろんな人来ていただいて。そうですね。いや、たくさん集まって、今回はあの、3000人でしたっけ、公式の発表。公式の発表3000人。非公式では3300とかいう話、数字出てたりね。あ、そうなんですか。あったんだけど、まあ、大体3000人ということで。すごいですね。完全に集まりましたね。いっぱい集まったね。もう本当みんな来てくれて、はい、本当感謝感激ですよ。That is unbelievable。3000人みんな海渡ってきてる人だからね。そうですね。そう考えたらすごいですね。This is what is that? あの忘年会シーズンやら、はいはい、そうですね、もうクリスマスやら。いろいろね、あの年末のいろんなことあるのにみんな調整していただいてここまで来ていただいて。そうですね。はい、優勝優勝ってか、ね、実際ね現場にいなかった人も、はい、あのうちの公益チームもね、はい、すごい接戦して、はい、もう青のバフをね M0 から M3 まではね守りきれた、うん、すごいよ。そうですね、だから青もみんなあの離島全部配置されてるからねみたいですね。すごいやばいですね。もうどのファクションもすごいあれだけど、まあ、最終的にはねあの何しのかな、台湾もね三角覆われたけど点数変わらなかったっていうか、うん、エンライテッドずっと強かったね、うん、エンライテッド強いね。アノマリー強いですね、うん、強い、負け知らずだからね。そうですね、かなりの大差でしたからね、うん、まあ、今回はすごい忙しかったけど、はい、いろいろと現地としてもでもこれを目指してみんなで一丸となってね、はい、頑張りながらやったのもね、うちのケルベロスサーバースタイムもね、はい、いっぱい頑張ったし、もうだいたいバレちゃったね。でもね、このそれもうちょっと影の組織っぽいあれ状況で作りたかったんだけどね。でもいろいろほらオペレーション、内地の方でも本土の方でもね、オペレーションやるグループとかね、いっぱいいるのね。そのオペレーションをやるグループ、やっぱつながりも見えてすごいね。今までほらちょっと遠いが、ハンガーオーツやらね、そういうツールを使って話してる人たちばっかりだったんだけど、もう今回顔と顔を合わせて、はいはい、どう言っても終わった後のあのバルウォークっていうか、はいはい、特裁通りの飲み会、そうですね、いろんな人が、そっちはあの、ハウンズの方だよね。はい、そうです、はい、うん、ハウンズの方のこの集まりに行ったっていう、うん、ヘルハウンズ、はい、ね、名前がすごいよね、うちの大抵ヘルハウンズとか、ね、ケルベロスとか、はい、どんどん出てくると思うから今から、はい、あと一つ新しく増えたね、今回のイベント。あの、そうですね。うん、ゴーラックって。ゴーラック。また、はい、また、The Shadow、クラスター、はい、デッドドロップというか、このいろいろね、ボラタイルの話。はい、さらに、ね、もう一つぶち込んで、あの、腹の、あの、カオスだね。そうですね。4つのイベントが一つに入ってる感じ。まあ、ただでさえ、いろんなことがある、あのアノマリーなのに。うん。もう結構今回はいろんなイベント、いろんなことを、ごちゃ混ぜでやりましたね。うん。でもいろんなあの、はい、そうですね。この娯楽をあのやっぱ持ってきたのはビルさんということで。うん。以上話して、ね、あったら面白いなっていう。だってもうシャーともやるし、どうせ全部やるんだったらねって。そうですね。あ、まあ、どうせ全部突っ込まれるんだったらっていうちょっとあのね、やけくさなところもありましたんだけどね。はい、でも一つのなんちのこのアノマリをね盛り上げるためには。のいろんなもの、新しいものもね常に前進あってのエンライテンドだから、はい、そうですね、それも受け入れながら、なのでもちろんねナイアンティクスの方とも、うん、あの一歩ずつ進んでいくっていうのかな。でレジスタンスの方も大勢ゴーロック誘ったりしていただいて、はい、でもね会場見た時あのステージに上がって、はいはい、あの2分ぐらい喋ったんだけど、ね、はい、そうですね、うん、そしたらあのゼロキャスさんあの投げよとか言ってその時ね、その時に、はい、あのステージから見ようとしてたのね、そういうあの映像が画像が一つあって自分見ようとしてんだけど、あ、そうですよ、暗いのね、はい、あのあやっぱり、あもうステージがすごい明るくて、あ自分がライズを浴びてるからですね、うん、誰かなってしたらね、あの照明さんがちょっとあのライトつけてくれて、会場にもちょっとピッと当ててくれて、はいはい、その後ブワッてみんな出てきて、おー失敗いるって、
あ、やっぱステージから見たらすごい人の数でした。すごいね。あ、すごい、あの光がない、うん、まあ、真っ暗だから。あ、そうです、ね、暗闇に喋ってるぐらいな感じだったの。あ、そうですね。あ、そっか、夜で自分にライトが当たってたらそうなりますね、うん、もうあの照明さんがね、当てた瞬間の、うん、うっすら当ててくれた瞬間、ーわー、お、人いっぱいいるって。もう左はもうエンライテンの、はい、右はレジスタンス、そうですね、もう大体同じぐらいの人数がそこに集まってるなって。ーわーって、こんなにいっぱい人集まってくれて本当にね、あの忙しい中ありがとうございました。はい、そうですね、ありがとうございました。 yeah, and for the end lines や、yeah, あの外がすごい人気な、なんか外でいろいろ食ってる、やめとーヨミトさん、ヨミトなんか食ってるし、うちのアドレットさんもね、写真ありがとうございました。いろいろと、いろいろあの参加していただいた方は外で待機してるんですけど、はい、今あのラジオを聞いてる方でね、はい、あの前々からいろいろ関係あった人、新しく今回あの森で会って、はい、そうですね、うちのいい絆を築けたね、はい、ジャリバ朝礼っていうのがうちのあの森のテーマでしたから、はい、そうですね、あのエンライテンの家族が外で、はい、いっぱいあのラジオ聞いてるかもしれない。そうですね、まあ今日はいつもよりは多いんじゃないですか。多いだろう。まあいつも誰に向かって喋ってるかわからないですけど、ね、まあ、2人でも、もうみんなすごいよね、このだって3000人いて、ね、はい、点数得点がね、まあ、台湾アバート得点のもう点数がすごかったの、とにかくね、はい、で全部あの分析とかいろいろなんか、うちのボラタイルなんとかとか、はい、見てたらボラタイルは大体レジスタンスも頑張ってたりね、あ、そう、一緒にうちの、まあ、トントンではなかったけどやっぱり、うん、あのもうあちも頑張ってたり、あ、関さんやっぱいろんな交差するとこあったんだなとか、はい、あの免疫体なんか免疫の話もいろいろ G プラスに上がってたり、ね、あ、はい、どこだった、 G プラスじゃなくてどこかのね記事に投稿されてたり、あ、そうなんですか、うん、この M1 のちょっと前の写真ブンみたいな、あ、はい、M1 の始まってからの写真ボンって、あ、青だったけど真緑ね緑すごかったですよね、うちのチームは。あのこの抑える率っていうんですか、うん、ポータルを緑に維持する力っていうんですかね、なんか今回ものすごく強かったような気がしますよ、それ、うん、スキャナー見たら真緑でしたからね、びっくりしました。もうやることねえじゃんみたいな感じで緑じゃんみたいな感じになりますからねそれでも攻撃を失ったんじゃない、でも強絡隊が通った時に、うん、なんかあの全部、ま、あのね、ちょっと免疫かかってるのが真っ白くなっていくとかねいろいろなんかあの、まあ、苦情っていうのが何だろうねまあでも今回初めてなのでね、これから先も強絡隊はよろしくお願いします。はい、で、クラスター隊もね、楽しいし、はい、そうですね、まあ、今度は多分強絡隊がまたクラスター隊になるとかね、あ、いいですね、あのサポートし合いながら、連携をしていくっていうね。うん、で今、以前の、what is that?、オペレーションとか、はい、やっぱ日本全部覆ったオペレーションとか、ね、ありましたね、ミートガルドの方々や、はい、今、本当にね、what is that?沖縄のアバドンを成功させるのに本当に必要不可欠だった人たち、はい、もうプランニングからこの人を動員させるから、うん、もう現地に現地をナンバーワンにしてくれて、はい、そうですね、心から本当にもうそういう人たち感謝したいですね。そうですね、そういうリーダーたちがいて、はい、エンライテンドが成り立ってるっていうのはありますので、はい、あとはあの海外の方からもすごい支援いただいたり、はい、遠くからはね、アメリカから来た人も何名かいたり、あ、オーストラリアも何名かいたりね、はい、すごかったよ、すごいですね、いろんな人たち集まってて、今回のあの森、沖縄も本当にならではのあの森になったとは思うし、はい、そうですね、いろんなね見てるとみんなG プラスでね食べ物の投稿とか、あ、そうですね、美味しそうでしたね、美味しそう、なんか堪能してる感じした。ああ、やっぱり、うん、まあ、一部の人はリムジン乗ったりしみたいですね、なんかすごい豪華な、一部の人はうわかしこかしもう勝った気分でもう最初からあれモノレール貸し切ってね、すごかったですね、なんか、うん、なんか走ってましたね緑の上見たらなんか緑が走ってるしねいや、あれはすごいですね、なんか本当に沖縄らしい、うん、アノマリだけじゃなくてね、うん、その後も皆さん楽しんでいただけたとこかと思いますけど ね、
これはあの、ね、いろいろ国際通り沖縄広っていう街こちもあってモンドカンドもあったり ね、いろいろ一箇所あの Where is that?あの居酒屋とか、はい、もういろんな居酒屋もう行くとね、あっちこっちで、ね、ビールのあのフラッカーじゃなくてあのアイコンビーコン、ビーコンですね、ビーコンがすごい立ってるのね、あっちこっちあのみんなビールマークね、あーいっぱいありましたね、はい、ここはレジスタンスのとこかなとか、レジスタンスのマークが近くについてたりね、あそうなんです、ここはエンライテッドのマークだとかね、面白いですね、そういうの面白い、スキャナーを通してこれが見えるんだけど、うん、なんちゅうのかな、わーっつってもう目で見えるっていう、ちょっとエクセムを犯されてる状態かな、はい、もうまあもう喜びすぎてうわーっつってね、いや強楽隊もそうだしね、はい、中野のミッドガルドも昆布隊もね、すごかったし、いろいろいろんなところでいろんな人たちがいっぱい動いてくれて、集まってくれて動いてくれて、そして一番はやっぱりあの全部終わった後安全に何ていうかな、楽しいいい思い出を持って各自戻ってくれたこと、はい、そうですね、それがねこれから先もねいろいろあると思うので、あのよろしくお願いします、楽しみですね、はい、Hey, so we are the champion, right? Yes, but you got the song? Yeah, I got もうちょっとするいや、じゃあ、まあ、クリスマス近いんでね、来週クリスマスなんで、うんうんうん、今日はちょっとクリスマスの曲を用意しましたので、じゃあこれも懐かしい曲ですね、あのハロウィンの時も懐かしい曲かけたんですけど、うん、今回もあの懐かしい曲、あのワムさんでラストクリスマスですね、All right. じゃあ聴いてください、 Last Christmas by Wham。
について笑ってたね。ギリーとか言われてるし。Okay, that was last Christmas. By one. 耐熱さんっていうんです。By Wham. Wham. その間にいろいろあの、これ曲がラジオ流れるの？そのまま。はい。ユーストリームでも流れるの？流れないです。流れない。止まっちゃう。あ、はい。あ、そっか。じゃあ俺がこの自撮りしてるようにして見えないって。面白かったと思います。一眼レフで自撮り難しい。まあさすがにそうですね。自撮り用に作られてないんで。Okay, we have あの読みとん、読みたんのエージェントね。いつもあのラジオ、12月、去年の12月にラジオを始めて、だいたい12月だったっけ、11月ぐらいから一緒に。去年のクリスマスぐらいからですよ。もうずっとやってる。クリスマススペシャルがあったじゃないですか、うん、去年、うん。それぐらいからですね。から一緒にずっとラジオやって、最近まで。最近までね。何月までも。自分がちょっと忙しくなったんで、うん、控えてましたけど。あとはミッションで担当していただいた手びちそば。はい。手びちです。沖縄のミッションバカ。って言えばね、手びちそばの敵役。あとはあの We have フォトグラファーのアドレット・ガト、はい、これはあのスタジオの名前言ってもいいの？え、スタジオですか？どちらで所属してるか。宣伝していいの？宣伝するお店の名前どうぞどうぞ。糸満にあるスタジオノアっていうところでやってます。はい、どうもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ね、今回あのいろいろイベント中なんちゅうかな、エージェントの観点からあのいろいろ写真撮っていただいたりね、あの提供していただいているので、まあ、後ほどそれをあの加工してビデオにしようかなっていう、あ、ね、あのスピーチとかあまり苦手っていうか、はい、自分もあれなのでビデオにして心なんちゅうの気持ち込めたいなっていうのがあったりね。前みたいな予告編みたいな。そうだね。あ、ぜひお願いします。うん、はい、この先のあのイングレスアノマリーにもつながるようなものを作りたいなっていうのが、はいはい、どうした感想はみんな読みとん、リュウジン見なかったんですけど、うん、あの彼乗ったらしいんですよ。乗ったってね、なんでどさくさに曲げて乗ってんの、ね、あのなんか中からサンダとトナカイがいっぱい出てきてみたいな。G プラスです。こ、え、昨日公開されたのかな、 あの記事は、はいはい、うんうん、超話題になった。ウニ太郎さん、ウニ太郎さん、はい、すごい、なんか後ろからあの子供たちが追いかけてる写真とかね、チャインギ逃げてる写真がね、パーリーピーポーが最高ですよね。あれね、クラスターよりこの乗ってる時はたたたた僕2回乗りました、たまたま。リムジンね、そうそう乗れる機会ないですからね。はい、楽しかったです。手淵さん、手淵さんはモノレール乗ったんだよね。モノレール乗ったよ、ね、あ、俺だけね。そうだ、うん、あれもちょっと今日魅力的でしたね。最初の話はね、もうぎゅうぎゅうで身動き取れないかなっていう話をしてたんだけど、うんうん、全然そんなことなくてね。大丈夫だったの、満員電車ではなかったんだ。あれアフターパーティーの途中抜け出していったんですよ。いや、アフター、自分はアフターパーティー終わってから慌てて行ったけど、結構だから9時過ぎぐらいに出る感じだったのかな。9時過ぎ、違う、あれ8時過ぎか、あれ8時過ぎだね、で9時15分ぐらいに首里城、ね、から8時、あ、ね、9時過ぎだったから、ね、そう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 、あれ、往復だけですよね、うんうん、全部乗ったんですか。そうそうそう、ずっと往復みんなして焼きまくりのああ、そうか、モノレールの中からみんなバスター打ちまくりですか。あ、1両目でもう色変わっちゃって、2両目何もやることなかったっていう。そうかそうか、ものすごいスピードで変わってくる。レゾ刺していけばいいじゃないですか、2両目で。下から、いやいや、もうだから、全部埋まっちゃうの、1両目で。リンクも張る隙間はないですからね。何1両目と2両目でライバル心配してんの。本家は楽しかったっていうのがなんかね、いろいろな人ね、そのユイレールにしろリムジンにしろ、うん、なんかエンライテンド楽しみすぎですよね。このアノマリは楽しむ、まあまあ、おかしいよね、楽しむ、まあ、好きなことをやりに沖縄までなんちゅうの、だってもう犠牲にしてるっていうか、ほら自分ビデオに載せたじゃん、不可能を乗り越えてここに来るっていうようなね、まあ、勝てたからよかったですけど、うん、これ負けてたらシャレにならなかったですよね、この記事ね、きっと。どの記事？あの両方、うん、で大丈夫大丈夫、全然
楽しむために来てるんだから。だから勝てたんだね。緑の列車でなんか、うん、みんな沈黙をしてるかもしれない。あてさ、映ってないって。じゃあ、ヨミトンちょっと寄ろうや。すいません、俺噛まないよ、強くは。すいません。ああ、優しく噛む。あ、噛むってそっちの噛むですか。どの噛むよ。いや、あの言葉を噛むのかなと。職業病。まあ、anyway、そう、いろいろね、楽しみ方方があったと思いますけど、はい、一番じゃあ思い出に残ってたのは、あ、もうリムジンです、リムジン。やっぱり、ね、本編じゃないよね、そこね。なんだろう、ゴーラック、ゴーラックよりはね、なんだろう、ゴーラックもなんかあっという間に終わりましたよね、ゴーラック。ゴーラックは、だって手びちさんね、その前の週那覇マラソンだったじゃない。それも走って完走して余裕ぶっこいてそのままでやってるし、ゴーラックじゃライトじゃやっぱ物足りないよね。 なんかね歩いただけだったからね、本当に、ね、ヘビーとかもうそのレベルじゃないか。いやいや、そういえば俺ちゃんと一番大仕事やったよ。何なんですか。あのうんこポール始めたの。あ、うんこマリア、なんかうんこマリアさん、なんかあのうんこ乗せてる人が3名くらいいたんですけど、みんなが1212って言ってるのか、一人でうんこうんこって言い始めたら、みんなうんこ言ったっていう。あれね、あのイングレスやってない人から見たらすごいやばい集団だと思うよ。うんこコールしながら一人このガタガタガタしながら真ん中で何の宗教かと。3名くらいうんこ乗せた人いましたよね、会場。うんこ隊、うんこ隊なんですか。2名ぐらい、うん、2名は見た。ミッションデーも来てましたね。あ、テビスさんミッションでどうだった？女性もいた。ミッションでね、人、うん、エージェント多すぎてびっくりしたよ。あんな、ね、夜中の12時スタートにしたのに、なんで朝の段階で500人とか言ってましたね。おかしい、そうおかしいよね。合計何名でしたっけ？1000、あのクリアしたのは1000何人か。登録したのは？登録したのが1000人。4つクリアしたのが1000何人。すごい、なかなか休む暇なかったですよ。大変だった。TK もその場いたね。あ、そうですね、はい。3人はいましたね。うん、あ、英語係だった、英語。そうです。英語係。あんまりできない英語で。まあちょっとできない英語で。伝わってたから大丈夫かな。しかな、こっち、ハック。そうですよ、もう4つとりあえずやってきて。大体みんなでもミッションのやり方とか分かるだろうから、ね、そうですね。ちょっとあと地点差はもうオーバー。あのミッションデーにいてびっくりしたのが、うん、年齢層の幅広いことね。あびっくりしましたね。下は何いくつぐらい？下はね、あの小学生ぐらいのが来たね、うん、来てましたね。10歳がいましたね、うん、上はお母さんお父さんと一緒に、もう60過ぎぐらいのおばちゃんとかいたよ、ね、いましたね、はい、なんかマダムのグループがいましたね。マダムのグループ？グループいました。何それ？本当に青だったらザマースとか言ってそうだけど。何それ？なんで青だったら？どういうことですか？わからないです。いや、あとおじいちゃんっぽい人に僕怒られました。なんで？ね、メールの件で、いろいろ、まあ、受付の件でちょっと至らないところがありましたので、すいませんでした。はい、すいませんでした。まあ全体的にはね、いろいろ ありながら、Everything was successful、 全部サクセスだったのでね、すごい、また次のアノマリーにもいろいろね、つなげるための情報の提供とかもまだあるのでね、そこら辺よろしくお願いしますね。はい。Yeah. So overall, yeah, enlightened, すごいよ。すごいですね。はい。これは、何点？何点さ？4000？んなんかダブルスコアぐらいだ。ダブルスコア近かったよね。だったと思います。最初のあの M1 でトリプルスコアぐらいじゃなかった、うん、トリプルでしたね、最初。あれ、青く上にボンって乗っけられた状態。いえ、いや、あれはスタートしてなかったと思います。あ、もうスタートだに、ね、なくなってたんだ。そう、でそこからもう攻撃班はもう、うちの攻撃班もあっちと。一回青くなったら朝8時とかそれぐらいですね。そう、受付してる時にね。うん、あれ自体もすぐ晴れて。なんかもういきなり祭りっぽかったですね。すごかったですね、今回。ブースもたくさん出てましたね。出てたね。伊藤園さん、ソフトバンクさん、ローソンさん、ローソンさん、あと台湾の方もね、なんかあのいろいろ出してたり、まあ、ファーストサタデーのなんかグループ、ハンプ会もあったりね。うちのケルベロスも出してたしね、うん、あのコーヒーから何から。
アフターパーティー焼き鳥とか欲しかったですよね。焼き鳥あの本当にお祭りみたいな感じで屋台が屋台あ欲しかったですよね。現場に。なんか食い外だからねこれ。なんか食い物欲しいなとか思いながら。そういう話あったのね最初ね。あそうなの。うん。でももうちょっと間際っていうかもうあの許可取ったりするのが大変というか。まあね食品はね確かに結構幻の企画ありましたよね他にもね。あったね。それ行っていいなら行ったら。いやこれは次のものを言うために取っとこうか。そうなんだね。うん、全部初ばかりでね沖縄。だって沖縄でメダル4つ。しかも超レアなやつが日本で手に入らないやつ2つ。そうだね。あのゴーラック他のアジアでは。ゴーラックとアジアではね。アドバンド。はいやそれ。すみません。ちょっと慌てました。4つかな。4つですね、メタルは。合計4つだね。いろいろ、あとあの他に活動しながら、ワンコをしながら AP 上がったり、レベルアップした人も結構大勢いたんじゃないかなっていう話もあったりね。すごかったですね。あの、やばかったですよ。あの、皆さんスキャナー見てるからあんまり分からなかったと思うんですけど、うんうん、この自分、第4メジャーメントですかね、うん、の時に、この、ちょっとあの最後あの新都心公園も含まれてたじゃないですか、うんうん、でそこに行った時にですねこのみんなスキャナー見てこの立ち止まってるんですよ。これがなんか亡霊みたいな感じになって見た目がでこれそのみんなスキャナー見てなんか言ってるじゃないですか、うん、ホタルとかアクサーとか言ってて、うん、でそれをあのこのイングレスを知らない要は公園の利用者の通行者が見て、うん、えみたいな感じで言っててもうとってもびっくりしたのがちょっとやばいなと思いましたね。みんなスキャナー見てなんかこんなたくさん人がいるのを初めて見たんでイングレスをしてる人たちだけで、うんうん、まあ我々もあんなに人、うん、イングレスのプレイヤーがいるのを初めて見ましたよねあんなに人多いの大概夜ね歩いてて あの人なんかスキャナーってあスマホ開いてるなっていうエージェントなのかっていうぐらいしか感じないじゃないですか。そうですね、そうだね。それが数十名とか今回ねあのワーナンバーあるでしょワーナンバーが全部エージェントに見えてもう朝からその現場に行くときにレンタカーしてあこの人ってエージェントじゃないかな、なんか同じ方向もあこれエージェントじゃないかなとかね、うん、そういうのがあったね。運転して地元の目線から見てもね。あとあの周りのね社長さんっていうのかなこの社長さん、うん、まあ企業のねに挨拶しに行ってこういう人いるかもしれないけどあのポータルがほらあの直前に生えたりしてなんしろそこがさらに、これですね、あのクラスターのポータルになったところとかね、うん、あこの当日誰か来るなってちょっと挨拶しに行ったりねあの当日何名か携帯ずっと見てじっとうろうろしてる人いるかもしれないけどいたよ何してたのあの人当日よ何だったのこのイベント。いや、まあ、あの新都心公園で3000人集まってって、ね、いろいろ説明してへえそれ面白いっつって。あタクシーの僕らが乗ったジャンボタクシーの運転手さんが、うん、最後まで意味がわからないって言ってちょっと地元僕が地元だから説明したんだけどわからないって、ま、終わったのって、うん、勧誘はした勧誘はしてないですさすがに、はい、タクシー移動しましたけど迷惑な話ですよねタクシー移動してきたあの600円とか数百円で終わりじゃないですか。まあまあ、まあ、もうちょい移動したかったなというのはありますけどね申し訳ないと思いつつ。タクシーで移動したってこと？はい、このみんな集まって、はい、タクシーで。あ今回ねあのクラスター設定するときにあのもうぶち当たったっていうかあれは他のところに他のあの周りに比べてもうどうしてもこのエリアが大きくなっちゃうのね、うん、ポータルの密度的にだって沖縄ってあの人口少ないであってもあの観光客多いじゃない、うん、もうなあっつったらホテルだらけだし、ね、女村もみんなホテルだらけいろんなホテルだらけで人は多いんだけどポータルがこの見合ってないっていうのかな、うん、人口ここにいる登録された人の人口でそれポータル申請されてるのかなっていうね。それでまあまあ実その事前にそのちょっと前にポータル生えたんだけど、うん、それでやっとなんていうのかなこのクラスターができるぐらいの国際通りは密度最高だけどね、うん、あのそれはまだ楽だったけど後のところがどう設定していいかってでぐるって回って U ターンしてなんていうかなすぐにあの M1 からアパートなんていうオープニングから M1、M2、M3、M4 でアフターにどうこの流れを作るかとかね。他のアノマリは知らないんですけど、うんうん、範囲広かったんですか？はね
場所によって2、300メートルとかね、このたったの2、300メートル四方というかな、のものがあったりね、うち 2.7 キロとかね、あの3キロ近かったからね、あの道楽の人たちもびっくりしてた、あのカドレ の, あのリーダーの2人がね、こんなでかいアノマリ 見たことないって、こんな距離のあるアノマリは初めてだって、そう言ってたね。でも沖縄はたくさん堪能していただいただろうしね、まあ、歩きながらスキャナーをね、あの立ち止まってあれして亡霊みたいに見てた人もいるかもしれないやっぱ移動するときはね、みんなあのいろんなものを見ながら、そうですね、特にあの次の日のミッションでもねあれだっただろうから、そうですね、1000人来たらまあ OK、 まあいいんじゃない、大成功っすよ、目標1000人ぐらいって言ってた、おお、ぴったし考え、目標達成したなと思ってね、うん、はい。でそういえば昨日あの打ち上げで、打ち上げというかあのハンガーオーツで沖縄のエンライテンドの、あちょうどあそことあそこに線があって、あの木をたまたま持ってるっていうやつをボンって打って、はいはい、あれね、あのハンドルってさ、あのリンク距離何キロになるでしょうかって、はい、ほぼぴったりそうでしたね、うん、まあ、どこにリンクするかは言わなかったからね、あの時はだいたいそこら辺だろうなっていうのを要するあの時のアイテムとかね、いろいろね、だからイングレスのだいぶ外に忘れてきたわこのすぐ外にある、昨日の夜は何楽しそうなことをしてるんですか。いや楽しかったよ、だからみんなに言ったじゃん、やらないロングリンクだったら呼んでくださいよ、ロングして呼んだ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 よ、だって雑でそれヨミトンが作ったよ、本格でしょ、そうそうごめんなさい、あの最近ね、あの忙しくて仕事が、あの夜9時ぐらいに寝ちゃうんだよねあれ11時ぐらいでしょ、リンクリーダーの11時遅いよ、ああそっか、あの急に決まったからね、10時ぐらいだったっけ10時ぐらいだったっけ、あの、あれ CPU じゃなかったんで、うん、でも朝は早いから、朝5時ぐらいに見たらなんか楽しそうなことしてんな、羨ましいなと思いながら、でその番宣のおかげもアドレスさんもデビスさんも来てきて、ありがとうございますで、みんなあの疲れて、自分もね、あ TK に言われるまで、あラジオだったちょっと思い出したりね、結構あの体ガタが来てたりね、ゴーラクでブーツ着たのがちょっと間違いだったなとねでもあの次あのミディアムとかタフとかあるから、それはもうブーツ着ないといけないって書いてあるから、そのトレーニング で今日外見るとね、あと3、4名来てるな、どうする、入ってくる、もうみんな詰め込もう、どうぞどうぞ、あと2人ね、どうぞ交代で、一番あのケルブロスのキャプテン2人、立ちますよ、ここ立つ、あ別に、じゃあもう交換しようか、交換してください、交換大変、若い人若くない人出るさ、はい、ミッションデーと写真担当のアドレスさん、そしてラジオでずっと相方してくれてたヨミトンさん、僕は顔映らないです、え、いつも映ってるだろう、僕いつもこっちにいますよ、いや映ってるよ、映らないポジションにいるよ、あそうなんだここも映らないよ、ここ座ってごらん、いや映りますよ、映らない映らない映りますからね、帽子かぶる、帽子顔映らない、みんな出てったみんな出てったよ、あれ、ね、みんないなくなったんだ、なんでメンバーチェンジですか、メンバーチェンジあの距離あるけどこっち寄って2人あっちも映らないよ、大丈夫、でも真ん中の映ってるし、真ん中真ん中映ってるしいつもそんな感じだよね、うん、大丈夫、久米島行かないで大丈夫だよっているし当日いるし、あ、どうぞ、はい、俺声大きいのわかるけど、これついてんじゃない、あ、読みとんつけ、あ、消したんだね、ちゃんと、はい、ね、じゃあ自己紹介お願いしましょうか、はい、はい、マーレーです、よろしくお願いします、よろしくお願いします、328328328です、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、優勝したぜチャンピオンだよ。You know it。でも僕のおかげ、僕だけのなんかおかげじゃないですかあれ。誰もそんなこと言ってないよ。あ、それはそうです。でもあの今回ね、クラスターのやっぱりチームの人たちとかね、あのサニアチがリードしてくれた、担当してくれた、まあ、自分 の, あの妹にあたるエージェントがすごい絶賛してたよ。頑張ってたって。よかったです、うん、今日またファン増えたじゃないかな、おん、どうした、新しい人が
あー、ほんとだ。チョさんだよ、チョハンマーさん。チョハンマーさん。ねえ、いろんな人が集まって、今日はちょっと、みかん持ってこうとしたら忘れてんの、俺。みかん。あの、いろいろね、スワグ、昨日の、あの、なんちゅうかな。まあ、あれね、昨日リンクして、あー、そうです、ね。スナポンさんにね、あのリンクロンゲスト取ってもらって1000キロ欲しいとか言ってたけど、1290キロ290キロね、いけたね、うん、でさらにその後に CF 何 MU ですかみたいな退場 MU でって、うんうん、ハンガーツで流しながらね、そうあれ当たったの誰、あれはあ、チョさんじゃない、誰だった、お近所さん、あ、近所さんが当たった、近所さんが近かった、オッケー、まあスワグね、今日あのアノマリーからいろいろもらったスワグ、あのアノマリーのスワグいっぱい紹介したいけど、サニアチ外にあるやつ取ってきてもらって、はい、いやでもいつもラジオで紹介しても見れないですからね、あ、大丈夫大丈夫、あのホームページで見てる人たちはあのユーストリームとかで、あと YouTube で見れるからね、ね、今回はこのゴーラックの T シャツもあったりね、途中であの番組の途中で着替えてこようかなと思ったけど、あ、これにです、さすがに、ね、沖縄エンライティングだから、あ、まあでも今はね、ドーラック、あと GR2 まだね、重り入れたまま、今10キロ入ってる、あ、そう、あ、うん、10キロにしてる、あ、そうです、10キロにして、あのやりながら、あのイングレスやりながら、あ、そうなんです、いつも担いでる、次、もしかして癖になる重りだよ、あ、そうです次、ハードのためですか、そう、やるやる、やりたい、うん、ね、これ台湾エンライテンドから入れいただいたそのフォルダーとかね、アバドン用のフォルダーとか、これは日本からジャパンエライン、ちょっと見えにくいね、いろいろあるよ、お土産とかたくさんもらって、あ、これもあります、これは何か見えないで見えないじゃないですか、これね、正直さ、バージョンアップするとこれ分かる、見える、見える、この光が、このね、絶対見えないのよね、これ1番目のやつバージョン 1.0 書いてないんだけど 1.0 っていうのはね、あの沖縄ヒロキ、あの国際通りあちこち回ってみんながね、あのいろんな宴会しそうなところとこのモッズカードを配り回ったり、いろいろやってくれた、あの活発にやってくれたね、ケルベロスのメンバーの一人、セルベロスのメンバーの一人ですけど、彼のね、あのこれ改善というより解約されてっていうような感じで、次回のやつはもうちょっと写真が見えないんだよ、目がチカチカして普通に見ても見えないっていう、ね、これは面白い、でもあのバージョン 3.1 が出るみたいな話もあって言ってましたね、なんか新しくまたもうちょっとあの写真が見えるやつってね、ね、あとはこれポヨンさんじゃないかな、ね、ポヨン、ね、あのメダル、こんなメダルあるんだね、この見える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 んだな、これいろんなね、あと台湾からまた台湾のアバドンのディストバンド、こういうのね、あのどんどん、これはどこだ、これあれ、これレジスタンスじゃないかなアバドンのパッチもらったやつね、いろいろ台湾からモッドカードから当日配ってもらった、あとタオル、ね、これうち5000円とこれとあの What is that? あれで売ってたよね、あのカード付きで、あ、そうです、あのアバドンちゃん、なんだレキオス君のカードと一緒にね、いろいろ出してたんだけど、ね、まあ、こういうのを今日ちょっと、まあ、明日の、昨日じゃない、昨日のあれのプレゼントでちょっと渡そうかな、これから先ね、どんどんあのいろいろあのスワグもらってたんだけど、沖縄エンライテンドの中で、ね、いろんな人に渡していきたいなっていうのがあるから、ね、ありがとうございました、いろいろスワグいただいて、これ欲しい、あれ昨日 CF 組んだからじゃんけん大会でもやろうか、あ、いいっすね、またあの打ち上げとかもあるしね、まだね、うん、県内の打ち上げやるの、どう、え、どう、県内で打ち上げ OK、 やりたい、いいですね県内打ち上げね、と多分あのね、いろいろ全国的な打ち上げとかそういうのもね、ちょっと話しながらね、やりたいね、いろんなところと、ね、いろんなグループがいて、もう最高だねすごいですね、すごいよ、もうゲームでグループができるってすごいよ、うん、このつながりとかもね、うん、あるけどね、あの本当にあの周りサポートしていただいたグループみんな感謝してます、ね、ありがとうございます、いや、ありがとう、はい、ご家庭家族、まあ大体こんな感じだね、あの何かお願いしてばっかりだけど、328またこれからもよろしく、あ、はい頑張ります、就職決まったって、あ、決まりました、おめでとうおめでとう、おめでとうございます
っから聞いたんまあいろいろね、あのおめでとうがたくさん重なってるこのシーズン、はい、クリスマスシーズン。スターウォーズも出た12月16日じゃなかったっけ。そうなんですか。あのみんな、ね、あのやっぱさすがアノマリなとはぐったりだよね僕2日間寝込んでました 日月寝込んでました結構あのハードではあったけど終わってみるとね、あのまた宴会が残ってると宴会は誰かに任せます今回宴会番長誰がやるんだろう。じゃああの辺にあの辺にいる、もうどれ誰いっぱいいるから、ね、これから先オペレーションとか、うん、またこのコネクションがね今、うんうん、今までほらハンガーツとかテレグラムばっかりだったのがこうやってね、ゆいろいで回ってもらったりリムジンでサンタを追いかけられもりながら頑張ってるグループいたり、はたまた裏の方ではねいろいろ動いてもらったグループがいたりね、まあ、ライテンドすごい、あの最初の画面でね、青と緑どっちにしようかって内容あまり分かんないからね、うん、そうですね、その内容どう、ゲーム始める時はうーんって分かんない、でも何をレジスタンスしてるのかって、じゃあレジスタンスをレジスタンスしてやるみたいなそのぐらいの勢いで緑を打ったからねそれで緑打ってここまで来てるっていう、すごいね。先代のハケチョビンから俺次誰かないっぱい大変だよそうですね、はい頑張ってまあでもこれから先もね、いろいろ市が那覇市がねすごいすごいって言ってか平和通りの売り上げがなんかすごいことになってるみたいな。そうなんですか。なんかとんでもないって言って気になりますね、うん、もうどのぐらいだったのかね、すごい気になる、うん、まあいろいろそういうのをちょっと話も聞きながら、沖縄の中でのイングレスもそうだし、行政もねいろいろサポートを受けながら、うん、イングレスをどんどん活性化してて、ね、今東京とかでアノマリやったら何名集まるのかななんかもうやばいことになりそうじゃないですか。だよね会場2つとかになりそう青と緑ねオープニング2つみたいな。うわ、なんか1つ負けたらじゃあどんよりじゃん片側すぎるかうえーみたいな。でもね、勝ては負けても楽しいからね、アノマリーって、うん、そうですね、いろんなエージェントたちだってね、外の人たちって世界の 99% 毎回言うね、 99% はイングレスやってない人たち。そうです、ね、だから目の前で携帯見ながらじーっとぼーっとしてながらなんかグリップしながらねやれてる人たち。前日の那覇市異常でしたよなんか2人に1人ぐらいスマホ持ちながらこうやってる人が歩いてるレベルでした。あのグリフ前のあのピカピカピカって目が光ってるんだ。おお、なんか挨拶来たよ。うん、ね、もうなんとボラザーの新聞にも載ってしまったし、俺。あ、見ました。いつになく真面目な洋服を着て。ねえ。コードレッドさんと。そう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 。つってね、先生。先生と一緒に写って。いろいろあったな。ラジオ出て新聞の何イングレス。だんだん何か分かんなくなってきたっていうか、これからもでも楽しいのをいっぱいやってきてほしい。そうですね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 Yeah We are the champion。 いきます。うーん、あとどのぐらい15分あるね。そうですね、だから話が続かないっていうのがびっくりだけどなんだろう、どこまでだ、あのね、問題はどこまで喋っていいのか。そうなんですね。それだけの話と、どれもあのことしゃべる。聞こえましたよあのこと喋る。あのことってどんなことですか。どれとどれ、うん、どれ、なんか思い当たる節がなんか多すぎてちょっとどれのことかもう分からないねえそこだよね。楽しかった、伊藤園のお茶、強楽伊藤園さんもらったね、はい、お茶いっぱい、うん、おもりとしてもらったそう当たりない人はそう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 、おもりいっぱい入れてね、あ、来た、誰、これはあ、今日ギリースーツ着てない。あ、着てない。チェンジする。チェンジしましょうか。今日は
ゲストの方もすごくいっぱいいて、なんか、うん、目線すごく感じます。目線をなんかギロってみんなで見せたらなんか怖いですね、うん、ちょっと。あ、なんかいろいろ来てるな、質問。やっぱり、手びちさん、これ言っていいのって、うんこマニアさん、エージェント名がうんこマニアだからね、これラジオ聞いててイングレスしてない人エージェント名でそういう名前の方もいたりするからね。あとは何も買えなかったっていう人がいるけど、この T シャツ、これ背中のところ、北野電機さん、おお、ウィビネップ来たからのデザインでね。見えるかな、見えるかな、ちょっと見える。あ、マーレンのもついてるね、背中。見えないか、ね、これこのイングレスの T シャツは後から買える。これは何ですか、これは何、白さばきに合うよいしょ、ね、はい、ギリースーツの中の人です大人気だったね大人気、あれは良かったよありがとうございます。いや、本当恥ずかしがり屋さんなんで、ギリースーツ着て良かったなって。うわ、なんかすげえいじりたくなる URL もあれ良かったのに、ギリで、ギリ知らないところでさらされちゃいまして、うん、全然ギリってないなって。あ、あ、あ、ゴーラック来るからなんか来てるね。なんこれは、ゴーラックエンライテンド隊はジェネシス、ゴーラックエンライテンドエクスペディショナルスクワドランという名前になってますって。 T シャツ作ってますのでぜひ一枚どうぞっていうのを買います、宣伝してるギリの人が買うって、はいね、すごいよ、もうみんなね、終わった後もこのハンガーズやばいよね。すごいっすね、ずっとこういう話ばっかりで。ぜひあのマリーに向けて T シャツも作っちゃう、タグも作っちゃう。え、ミッドカルドは DVD の話をして大丈夫だろ、これ話してダメでしょ伊藤さんよしとさんやばいこと言ってる、大丈夫だろこれね、いろんなエピタフさんから、うん、いろんなウニ太郎、サスケさん、いっぱいいる。強楽隊もね、すごいよ、すごいです。これから先もずっとつながってるだろうね。うん、次の強楽出る、もちろん出ますよ。あ、けど北海道はちょっと寒くて、ね、ギリースーツあります。そうですね、暖かいのでギリースーツの中でこうやってギリースがパツパツパツ。いや、本当、モノレールに行った後のことを考えて、うん、僕UGM SPI さんと一緒にモノレールの方に移動してたんですけど、その時にちょっとこう自分お酒飲んで、今日はすごいお昼ご飯なかったじゃないですか、うん、でその後お酒飲んじゃったらちょっと悪酔いしてそこら辺で眠ってしまったら多分ちょっと本当に誰も見つけてもらえないんじゃないかなとっていうことをすごいすごいドキドキしてたんですよ。でも一杯だけしか飲まなくて、うんうん、もう明日もそうだね、どこかの公園でなんかモサモサしてるのが朝になったらもうなんか冷たくなってるみたいなあったら嫌だなーって。大丈夫、あの日は暖かかったから、あれまあ大丈夫だったね。いや、沖縄ならではので、今日はね、初めてだし、そうですね、チョハンマさんも初めてです。初めてだね、はい。昨日おめでとうございます。あた、チョウマさんだったっけ、あ、違う、チエさんニアピン賞、あ、当たったと思って違ってました。違ってた、大丈夫、ニアピン賞であるから、あのアイテム持ってきた、今日ちょっと余分に持ってきてね、参加したみんなにちょっとなんか渡したいなって。やった、 410K でしたね、確か 410K って言ったっけ、うん、いっぱいあったね、もう何キャあったか分かんない。あれで海の上で結構取れるね、意外とありましたね。ね、いっぱい取れる僕は100とかっていうちょっといや海の上はカウントないだろう、うん、海中道路から金の方に渡してもそんななかったしなとかっていう。あの三角結構日本半分覆うぐらいの大きさあったと思うよ普通に関東から関西九州全部覆うぐらいの大きさはね。そうです、まあ、下は海だけどね、ポータルないからポンって行ってきたもんだけど、向こうの方の島もちょっとかすってるなっていうふうに、うん、結構広域な方では見てて、うん、実際スライドして見てたら沖縄本島の半分ぐらいはあるような感じの面積が覆われてて、やっぱりそれがいっちゃうのかなとか、うん、あ、最後の方でズームすると意外と大きいよ、沖縄が小さいからね、うん、誰だったかオーストラリアの代表が誰かにね、テレグラムかなんかで話してるときに
海の上にあのクラスターポータルが浮かんでるって沖縄を見ていってあのマップがあるでしょ、ズームしてない状態でブツブツがいっぱいあるのねポータルの方がしかなくて、どんどんズームしてもズームしてもなかなか出てこないってこの島がまあそういう小さいところでね、あのやっぱりアノマリーのプライマリーよ、すごいよね、すごいです。沖縄もこうやってほら海外といっぱいねリンク打ったりいろんな作戦参加したりね、それも見てもらってたと思うよ、いろんなみんなのねあの活躍があってできたと思うから。沖縄の盛り上がりたち3000人、3000非公式で3300ぐらい、3000人、公式発表が3000人だった、公式発表3000人、約3000人って書いてたね、すごいよ。来ると思った、何名来ると思った、僕1000人ちょっとかなと思って2000人は最低いるっていうのは聞いてね、2000人超えたあたりでちょっと、ちょっと安心したところだったけどね、それまではもうドキ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 。あのいいですか、うん、どうぞ。あの僕の、入らせてもらったチームで、うんうん、あの皆さんチーム戦組んでた時にコスプレをしてたんですよ、うん、こうはあのリムジンだけじゃなくて、うんうん、サンタのコスプレとかトナカイのコスプレとか、うん、そういったのも含めて、うん、こう全体的に楽しみながら立てたのがとっても良かったなと思いました、うん、そうだね、一番です、ね、一番はやっぱ沖縄楽しんでもらって、ね、最後にいい思い出を持って帰ってね、はい、あの安全に帰ることだったからね、戦いっていうよりはなんかお祭りって感じです、ね、お祭りだった一番お祭りやったやつすごい楽しかったですね。ゴーラック、ゴーラック、ゴーラック。いや、違う、ゴーラックじゃない。途中からなんか、うんこ、うんこ、うんこ。なんか、うんこ、うんこになってましたね、本当に公園のど真ん中で何の宗教かみたいにぐるぐる回りながら、エレファントウォークしながら、絶対次の FS、エレファントウォーク流行るよ、全国で。あれをやっちゃうんですか。掛け声はもちろんあるですよね。掛け声はもちろん。もちろん、まあ、もっとおかしくなる、もうやめて、ただでも俺たち不審者っていうか、このあの見たあのなんかポスターみたいなの右下の何ていうのかな、あのワンコーで何ていうの携帯見ながらあの焼いたぜとかさポータル焼くとかさ何々やるとかもうそろそろ時間だね。一言、じゃあチームリーダーやってたよね、クラスターの、はい、やってました、うん、どのチーム？基本的に沖縄のメンバーの人とプラス、県外の方4名入れて、うん、の C… あ、言っていいのこれ？あ、ダメです。あ、ダメなの？ダメです。あ、そういうチームで活動してました、うんうん、はいみんなに挨拶なんか来てくれてありがとうとか、あ、神戸の方々、神戸の皆さん、うん、っていうかあの沖縄に来てくれた皆さん本当ありがとうございました、はい、楽しかったです、うん、楽しかった、楽しかったですね、はい、手引きさんミッションデーのから何か、あ、もう皆さんミッションを励んでいただいてありがとうございます、うん、あの一番長いやつは自分じゃないですけど、他こっちから、あの結構ハードな自分やりましたんでね、連作ミッションもいくつかできてたよね、はい、あの連作ミッションもいくつか作ってたよ、ね、あ、連作、あの久米村ちくりと城学冷戦、うんうん、はい、いっぱいやってくれたみたいで、ね、ありがとうございます、すごい、ありがとうございました、ね、マーレー、マーレーも関わった人たちに挨拶しようかはい、なんかちょっと経験不足であわあわしたんですけど、うん、助かりましたありがとうございます。イエーイ、すごいよ、歴戦メンバーのね、いろんな人たち相手にね、最後の最後までやりきって、怖い人しかいなかったですそうだったまあ今に始まったことじゃないねまあいろいろあったしね、チェネツさん、じゃあ、はい、ゴーラックを代表して、はい、ゴーラックに参加した皆さん、またいつかどこかのアノマリーでお会いしましょう。うんこ。あゴーラックでこれ。Okay, this was FM 86.8. お、チョンさん、お、ゴー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 。あの、大田区中心の皆さんも
前の日からあんだけ飲みまくったのにあんだけ完璧な動きができて本当に感心しましたもう飲んで楽しんでろ、本当今日2時間スペシャルぐらいしたいよねまあ時間ないので This thank you very much for listening、This is FM 86.8 また来週 Enlightened! Yeah! Yeah!